JR バス関東白河支店は福島県白河市にある JR バス関東の営業所である。田倉営業所、小野新町営業所は岩木ナンバーであった。1944年の金属教室により白鳳線が運行休止となったため代行バスを運転したのが始まりである。戦後には鉄道線の短絡を使命として岩木北線が運行されている。また、 大港バスは、鉄道の線路時期を、バス専用道に転換したことで有名。当時は、白峰高速線と呼ばれていたが、東名高速線開業と同時に、現在の鮮明に解消している。地方バス路線はどこも厳しい状況で、事実岩木北線は2007年3月限りで、廃止されたが、白峰線については通学等の需要が多く、新幹線連絡の使命もあるため、 大型長弱車での運行が現在も行われている。運行本数も多く、地方バス路線としては良好な状態で、鉄道線の代行という使命は引き継がれている。高速バス、ラフォーレ号及び、ラクチン号では地理的な条件を生かして、運行開始当初より一人乗務と二人乗務を組み合わせた運行を行っていた。投資点を高速バス乗務員基地とするため、2005年に、 組織変更が行われた。それに伴い、所有車両についても、岩木ナンバーから、福島ナンバーへ登録外が行われている。2014年2月末で、棚倉営業所が、白川支店に統合されたため、同所の所属であった車両は、岩木ナンバーから、福島ナンバーへ登録外が行われている。東日本旅客鉄道総合研修センター送迎、バスでは一度に、 大量の人員を輸送する必要があることから、連接バスも投入している。また、研修センターの繁忙期となる4月や9月などには、近隣の支店から乗務員、車両の応援を受けている。2019年の例は、元年東日本台風接近に伴う大雨災害により、2020年4月1日時点でも、白鵬線の専用道路区間の石片白川、 東工業団地間において災害箇所が発生しているため、戸籍バス停を休止し、国道289号線に迂回運行している。仮バス停を国道289号線に設置している。連接バスについては、研修センターの需要は10時以降なので通学、通勤時間帯とは重ならないので、白鵬線の通学需要に活用したいが、 一般乗り合いへの転用にはハードルが高いが、実現させたいとバスラーマのインタビュー記事で述べられている。本支店の職員数は60人である。2020年10月1日現在、24台、貸し切り登録者3台、特定輸送車3台が配置されている。白宝1 m 5 2 7から94302乗降方式、交通系、IC カードは、非対を白川氏より、 コミュニティバスの運行を委託されている。岩き北線 M321 から89,303白砲線には主に大型車が運用されているが、利用者が多いことや、バス専用道で、道路環境の制約があまりないことから、国鉄時代から長尺車が多い。JR カゴに導入された車両は前後、扉車が主体であったが、近年の導入車は、全中飛車仕様のノンステップバス。 ワンステップバスが主体である。日野車がメインであるが、日産ディーゼル車も少数在籍する。中古購入車も配置されているが、これにも長尺車が選択されている。2016年に、元東急バスの日の、ブルーリボンシティ長尺ワンステップバスが一台。翌2017年にも、元東急バスの三菱負走、エアロスター長尺ワンステップバスが一台それぞれ導入された。 1994年には運行開始50周年を記念して正面にダルマの顔を描いたダルマバスが2台運行された。2014年には福島県観光キャンペーンに合わせ国鉄バス時代の車両デザインを復刻した復刻デザイン路線バスを同年5月17日から6月30日までの期間限定で運行した。2018年には 白鵬線60周年を記念した SL ラッピングバスが登場している。2007年に西那須の支店から塩原温泉巡回バスとして活躍していた三菱ローザボンネットバスが転入、同年10月1日より白川市巡環バスとして運行されている。紺色と茶色で各1台ずつ配置されたが、2019年度に新たに JR バス関東標準カラーで 中古購入の椅子ゼルガミオが配置され、紺色のボンネットバスは立山支店に転属した。なお、2008年3月5日から2週間程度、JR 東日本と JR 東日本コンサルタンツとの共同で、JR 東日本グループのホテルから排出された配食料油を原料としたバイオディーゼル燃料の実証実験を同社にて行っていた。 2021年4月には、白川市循環バス用のローザボンネットバスの老朽化のため、代替車両として、木目調の内装や特注のフロントグリル取り付けなど、ボンネットバスのイメージを継承しクラシックデザインのカラーの日のレインボーの新車を導入。導入費用は白川市から全額補助された。高速車は三菱不装と日のが少数配置されていたが、現在は、 配置がない。1999年に、夢街道合図号開業用で導入された日の、セレガは、通常のハイデッカー車でありながら、フロントガラスは2分割、銀サッシリアスポイラーなし、荷物棚はパイプ、室内の蛍光灯は円形と、自家用バスに近い車体を持つ珍しい形態の車両であった。日の、セレガ FS の1台は、東京支店所属車両と共にに、 アブクマ号開業用で導入され、車体側面にアブクマ号、新宿福島のロゴが入っていた。ハイデッカー車、トイレなしの三菱そ装、エアロバス1台と、同トイレ付き高速車転用車の三菱そ装、エアロエース4台に加えて、一般路線車転用の貸切登録車が配置されている。貸切車は、JR 東日本研修所送迎バスにも使用され、 ハイデッカー車は高速バスの続行便にも投入されている。かつてはスーパーハイデッカーの貸し切り専用車も配置されていた。JR 東日本総合研修センターの契約輸送専用で元京成バスのボルボ製連接バスが配置されている。当初は4両配置されていたが1両は部品確保用に廃車となった。2020年度には新たに日の ブルーリボンハイブリッド連接バスが1台配置された。事業用車として2トントラックの除雪車を所有する。降雪時にはスノープラウを装着して専用道での除雪作業を行う。車番は付与されていない。バスラマインターナショナル135号ハローワーク求人票より、福島バスの白宝線が開業60周年復刻デザイン路線バスの運転について、 JR バス関東2014年9月14日閲覧 JR バス関東白宝線60周年記念 SL ラッピングバス城下町に似合うクラシックデザイン白川市循環バス新車両を導入福島民誘新聞ただし車両配置がない営業所を含めれば静岡県も該当するありがとうございます